はい、皆さんこんにちは。今回ですけども、皆さんお待ちかね、これこそお待ちかねですね、レンダリングについてのお話をしていけたらなと思います。まずですね、レンダリングというものは何ぞやって多分なると思うんですけど、最初はね、レンダリングって簡単に言うたら画像にすることなんですよ。もともとアーキャドっていうのは、まあ、ビームとか、まあ、3D 立ち上げるモデリングであったりするものは、時期のデータがぐっと蓄積されている。それで、こう形になっているものなんですね。なんで、まだ、こいつは画像とは言えません。ただ、レンダリングっていうものをすれば、レンダリングをかけてあげれば、画像や音声や動画などに変えることができます。まあ、こいつの場合は画像ですけど。でです。そのレンダリングどうやってやんねんってなると思うんですけど、基本的にはドキュメントからですね、レンダリングっていうところで実行をしていただくと、もう始まります。もしくはレンダリング設定ですね、押していただくとレンダリング設定のページが出てきます。ただ前々回出たっけな、ツールバーで 3D に関しても出しましたよね。ここでもできるんですよ。だからわざわざドキュメント行ってこうしたいってっていうのをせずに、ここでできちゃいます。なんでまず設定から入っていきましょう。もう これは押せば始まっちゃう。でレンダリングってそんな簡単なものじゃないんで、ちょっと時間がかかるんですよね。で今回はこの動画で一緒に皆さんとやっていけたらなと思うんですけど、まずですね、一個一個ちょっと説明していきます。このシーンですね。シーンは、こんな感じでいろいろあるんで、まあ自分の好み、まあ適当に僕は晴れ基準で選択しますね。はい、できました。で、このエンジンっていうのはアーキャドに搭載されてる中で、こいつが一番性能高いので、こいつ選択しておきます。このスケッチってありますけど、スケッチもちょっと精度低いんで、僕はちょっと好みじゃないです。でですね、レンダリング設定っていうのがありまして、この品質どうするか、中ぐらい、カスタム、まあ、カスタム、いや、高画質にしておきます、僕。これも高にしておきます、ちょっと、欲張ってね。高画質にしておきます、僕。これも高にしておきます、ちょっと、欲張ってね。で、まあ、ここら辺は、こいつら設定したんで置いといて、環境ですね。環境は、天空設定、フィジカルスカイってなってますけど、何でもいいや。で、これが結構選べてですね。嵐とか日暮れとか、バニラスカイ、フィーチボーとか、称号が、めっちゃかっこいい。なんかね、めっちゃかっこいいんですよ、こいつら。今回は僕、ちょっと穏やかな午後にしておきます。今の僕の気分でね。で、この状態で、背景っていうのを自分で選べるんですけど、これは特に使う必要ないのかなと、Photoshop でやればいいので。で、レンダリングをかけていきます。かけていったはいいものの、めっちゃ長いんですよ。見てください。まだ準備してますよ。まあ、こう、必死にしたからっていうのもあるんですけど。これをかけ始めたらもういらないで、こいつを消しておきます。見てください。だんだん、だんだんと、だんだんと抽象的なデータが画像になっていきます。これ見てるだけでも面白いんですけど、ちょっとさすがに長いので、ここはスキップしたいと思います。お、ちょっと変わった。長くなぁ、長いなぁ。
昼ご飯食べてたらやっと終わってた。全部高画質にしちゃったからいいけど、すっきりな。Invincible.